それでは、10月2回目の市長定例会見を始めさせていただきます。市長よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。今日お話を申し上げたい案件は3件です。関東圏での連続強盗事件を踏まえて、神戸市としての独自の対策として新たなタイプの新たな観点からの防犯カメラを増設をいたします。2番目に能登半島地震の被災地域の現状に鑑みまして、職員の追加派遣、それからボランティアの支援に対する追加的な対応を行います。3番目に神戸が進めている神戸里山 SDGs 農業の推進の一環といたしまして、新たに堆肥を活用したペレットの販売を開始をいたします。最初にこの防犯カメラの関係ですが、関東圏での連続強盗事件、これはネット上でですね、実行犯を募る、誰が募集をし指示をしているのかわからない、そしていわゆる闇バイトに応じた実行犯はですね、個人情報などを握られて抜けられなくなると、これまでにない新しいタイプの犯罪ですね。これに対しては警察庁は大変大きな危機感を持っておられまして、生活安全企画課長が出演する動画を公開をしています。まずこれをご覧いただければと思います。警察庁の生活安全企画課長です。現在首都圏を中心に住宅に押し入る凶悪な強盗事件が相次いでいます。警察から今このような犯罪に加担しようとしている方へ伝えたいことがあります。自分自身や家族への脅迫が理由であっても、強盗は凶悪な犯罪です。犯罪に関わってはいけません。勇気を持って抜け出し、すぐに警察に相談をしてください。警察は相談を受けたあなたやあなたのご家族を確実に保護します。安心して、そして勇気を持って今すぐ引き返してください。警察庁の幹部が直接こういう動画に出演をし国民に呼びかけるということは、私が知る限りはこれまでになかったことですね。相当大きな危機感を警察庁は持っているということだと思います。そして昨日、露木康浩警察庁長官が定例記者会見でこういうふうに述べておられます。今回の首都圏での強盗事件についてですけれども、国民の体感治安に大きく影響を及ぼしており、非常に深刻な事態であると警察としても認識をしています。すでに30人を超える実行犯、さらには被害金品の運搬役などの被疑者を逮捕しております。今月18日には警視庁を中心とする関係都県警察による捜査員約300人の体制の合同捜査本部を設置して、押収したスマホの解析などの捜査を鋭意進めているところであります。非常に大きな危機感を持っておられるわけですが、ここで警察庁長官がおっしゃっておられるのが、国民の体感治安に大きな影響を与えているということです。これは地方自治体としてもこの危機感はやはり共有をしなければいけないということだと思います。で、同時に危機感を共有するだけではなくて、自治体としても地域社会の安全を守るということは大きな責務ですから、これに対して必要な対応を行っていかなければいけないと、こういうふうに基本的に考えております。で、その対応の有力な手段が防犯カメラの増設だと思います。で、中神戸市はこれまで地域の防犯カメラの設置を進めてきました。まずですね、スタートしたのは自治会など地域団体が設置をする防犯カメラに対する補助です。これは2012年にスタートいたしましたが、2014年に長田区で
小学生の女子児童が殺害されると、こういう事件を大きに大幅にこれを拡大をいたしました。2023年度末までにこの自治会に対して補助を行った防犯カメラは3083箇所になっています。そしてその後ですね、このさらにこの地域の安全を防犯カメラを設置をして守っていくためには、自治会などの地域団体に対する補助に加えて、神戸市が直接直営の防犯カメラを設置するということが必要ではないかということで、直営カメラの設置をスタートをさせました。2020年度から2021年度ですね、令和2年度から令和3年度にかけまして、約2000台を設置をいたしました。そして2023年度にはさらに500台を設置をいたしました。でこの防犯カメラの設置の考え方はですね、この子どもと女性を守る、こういう観点から2020年度と2021年度は小学校や主要駅からだいたい半径500メートル以内のところに設置をする。それから2023年度はこれを補完する形で半径500メートルの外の区域にも設置をする、こういうことで3カ年で2500台の市営カメラをすでに設置をしておりまして、現在運用中です。つまり地域団体、自治会などが設置するカメラと神戸市が設置をするカメラが両方あるということです。でこれをさらに増やすことにしておりまして、現在の計画ではですね、これは令和6年度予算で発表した現在の計画では、これから3カ年をかけてさらに2500台増設をすると、こういう計画を立てております。でこれは区を分けて順番に設置をするということにしておりまして、2024年度は500台、中央、東田中区と中央区、2025年度は兵庫区、北区、垂水区に1000台、2026年度は仙台、灘区、長田区、須磨区、西区というふうに、3カ年かけて2500台を設置し、全体で5000台にすると、こういう計画を立てているわけです。でこういう中でですね、今回この関東圏でこういう強盗事件が相次いだ、これはですね、住宅街で起きているわけです。閑静な住宅街が多いということで、これが8月以降発生をしておりまして、闇バイトの実行役が関与をすると。で今までですね、14件の事件が少なくとも確認をされているということですね。で鈴木長官がおっしゃいますように、国民に非常に大きな不安が広がっている、国民の体感治安が悪化しているということだと思います。これはそういう問題意識は共有をいたします。そうするとですね、これまでのこの神戸市のこの防犯カメラの設置の考え方は、通学路、駅周辺ということですから、この対応では十分ではないということで、やはりこの防犯カメラを増設をすると、増設をする対象は住宅街に広げるということが必要ではないかというふうに考えておりまして、この11月に始まる神戸市会ですね、昨日9月議会を終了したところですけれども、この11月から始まるこの市会にですね、補正予算を提出をしたいと。それはこの住宅街にこの直営の防犯カメラ、タイプは同じものですけれども、これをですね、100台単位で設置をすると、こういう補正予算をお願いをしたいというふうに思っております。具体的な設置箇所につきましては、この関東で発生した強盗事件、どういうところで発生したのか、
それからさらに視野を広げてですね、まあ、全国的に見てこういう閑静な住宅街で発生している強盗事件あるいは空き巣というものが、まあ、どういうところで起きているのかということも、まあ、分析をすると、まあ、そういうことをしながら兵庫県警のとも相談をしながらですね、補正予算を議決をいただきましたら、まあ、速やかにその執行に当たっていきたいというふうに考えております。